そう、板についてきたね、あいつら。団長のなじかです。よろしくお願いいたします。はい、はい、平日毎日1時間の生放送をお届けしているチャンネル TV、 本日もじゃじゃじゃん、エスカードプラザ特設スタジオから皆様にウキウキ発表をお届けしますけれども、はい、今日ね金曜日ですよ、うん、そうですな、金曜日、うん、いつもだったらゲストさん1人1組なんですけど、今日ね2組豪華でしょ。51分に始まってるけど2組って大丈夫なの、なんか巻きで巻き巻きでね、できる限り巻きでいきますので、もうもちろん私たちのどうしようもないトークはね、もうシュッと回してね、そう寂しい、それも寂しい、ね、最近恋の悩みとかないですか。恋の悩みね、ちょっと皆さんあれなんか木曜日になんか素晴らしいかっこいいイケメンがゲストが来たっていうので、お近づきになったんですか。いや、お近づきには慣れてないけど距離だけ近くなってね、距離だけ近くなって、心の距離は遠かった、遠かったもうあと3回ぐらい出たら、あ、じゃあ3回ぐらいね、公約よろしくお願いします、はい、イケメン大バスです。イケメン好きですかね婚活女子がイケメン好きとか言ってたらダメですよね、ほんとね。いえー、そこはいいんじゃないですかまあ、そんな感じでね、はいはい、始まりましたけど、ダブルゲスト、はい、チャンミョと、ほう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 、ね、そうっすな、ゲームのソフトみたいなね、ダブルゲスト、あんま聞いたことないはい、じゃじゃーん、夏休みだね、スプーン団長の時間普通ですよ。だって、明日から夏休みでしょ。なんで、え、普通明日からじゃないの。明日からのところもあれば、明日からじゃないところもありますけど、まあ、それはいろいろとニュースを見て確認していきたいと思いますけど、ね、ほうほうほう、私は明日から夏休みなんでね。でも夏休み、まあでも働きますけど、それはそうですよね、まあ働きますけど夏休みっていう気持ちになってます、はい、っていう感じで、まあ最後まで、はい、ほうほう、頑張っていきましょう、いきましょう、いきましょう、ほーい。じゃあでも夏休みになる前なのにチャンミョ TV があるんだね。そう私よく考えたらさ、うん、この前去年9月12日の誕生日にやったし、はい、チャンミョ TV ゲストで出たの、はい、で、うん、今度の9月12日金曜日だった。え誕生日金曜日だ。え、誕生日の時の出演どうします。いや、もちろん出ますよ。出て大丈夫ですか。当たり前じゃないですか、出ますよ。あ、よかったです。だからね、誕生日とかお盆とかさ、そういうの気にしちゃうからさ、ね、レギュラーのことをしようと、まあ、皆さんに祝っていただきたいのよね、ほんとね、よろしくお願いいたします。9月12日です、金曜日だそうです。はい、夏休み終わったね、よろしくお願いします。はい、という感じで、ね、急いで、はい、まず緊急喋って失礼しました、はい、じゃあね、本日のニュースお届けしていきたいと思いますけど、コメント来てんのかしらね。コメントは来てないかな。はい、じゃあ、はい、ニュースいきましょう、はい、本日もね、チャンミョ TV 調査班もとい私チャンミョ牛久のニュース調べてまいりましたので、はい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 、ご紹介していきたいんですけども、ノジーさんのメガネありますか。ありました、ありました。はい、それですね。そうです、はい、じゃあ早速、チャンミョさんないんですね。私ないんです、ね、お伝えしていきたいと思います。チラチラン、はい、一つ目ですね、うん、牛久好き大募集、暑い夏しようぜ。何何、どういうこと、一体何だと思う。分かんない、これで何を連想する。暑い夏しようぜ、やっぱカッパ祭りじゃない。お、いい線いってますね。こちらです、じゃじゃーん、はい、私たちがピョッと、はい、初心者大歓迎、女性も OK ということで、まあ、何回かですね、ご紹介しておりますけれども、うん、あのですね、牛久市の商工会の青年部では、うん、今商工会みこし、商工みこしってのを運営するので、うん、祭り好き、みこし好き、牛久好き大募集ということで、うん、皆さんに暑い夏いいですね、はい、するためにぜひご参加していただきたいんですけれども、うん、カッパ祭りね、7月の26日、27日、来週の土曜日、日曜日です、うん、
で、ね、午後6時集合でこの商工みこしみんなで担ぐそうなんです、うん、時間厳守、うん、でカッパ祭りの会場内にありますみこし本部、うんうん、これはね多分カッパ祭りの本部席の隣に多分みこし本部があると思うんですけども、うん、あれです、花水木通りにございます、うん、ラウエル牛久さんの駐車場に集まっていただきます、うん、参加資格は参加資格は、高校生以上、未成年の場合は保護者の署名が必要です、うん、で牛久市内に在住在学在勤の方、うん、商工会の青年部指定のハッピ、こちら着用できる方、うん、でね、ハッピとあと帯はなんと無料で貸し出しをしてくれるということなんですね。このうっすら見えてる商工って書いてある、うん、このハッピを着るってことね。そうです、商工みこしの、ね、ハッピかっこいいでしょ。いいね、借りれるんですよ、うんうんうん、でね、申し込みは7月の19日の金曜日、うん、本日までに牛久市商工会までお電話にてお申し込みください、ね、ってことで、うん、連絡先ね、もう商工会閉まってるかな、閉まってるかな、029-872-2520担当の高島さんまでですね、よろしくお願いします。でね、うん、実は今日、はい、あ、Today 18日の間違いだね、これ多分、ね、あ、18日ですよ、金曜日だね、はい、うん、今日の19時30分から、うん、あともう40分後には、うん、はい、商工みこしの練習を牛久市の中小学校学習センターの駐車場で行っておりますので、うんうん、皆さんですね、チャンミュー TV 見ながら、見ながらね、あの商工みこしの練習に行ってみてはいかがでしょうかというね、一つ目のおすすめでございます。ほうほうほう、じゃあ続いての、バチャットでしたね、来てます、来てますコメント、はい、はい、歌舞伎堂さん、おかえりなさい、こんばんは、自宅なのでございます、はい、ところでした、うん、あと、ケントロウさん、おかえりなさい、お疲れちゃんよ、お疲れちゃんです、ご当地飯決定戦ご協力ありがとうしくでした、なんとおさまで全国トップ投票数で関東ランク通過しました、おめでとうしくでございます、すごい、すごい、いや関東ブロックの、うん、1位はね、ダントツ、ダントツ1位で、うん、しかも全国でもちょっと舐めたもんじゃ、まあね、舐められないね、これはね、もう、もはやもうね、あのね、ご当地飯でさ、うん、1位をなんか芸能人が予想したりしてるわけよ、うんうん、もうそこに龍ヶ崎バーンと、ね、予想してないとか、いいね、うん、やっぱ龍ヶ崎、茨城県すごいですね、絆の力っていうのもやっぱ、ね、もうね、いいねの数と半端ないですよ、龍ヶ崎、これ800近く行ってますからね、うんうんうん、いや、すごいんです、なので皆さん本当にいい、ね、うんうん、全国大会も1位になるべく、ね、みんなで一つになって、そうですよ、もう茨城がファミリーですから、牛久ファミリー、龍ヶ崎ファミリー、もう一緒にファミリーですから、そうそうそう、ぜひですね、みんなで応援していきましょう、よろしくお願いいたします、はい、うん、はい、あともう一件、はい、うん、田中屋さん、おかえりなさい、おっと出遅れ、おばんです、ということでした、おばんです、はい、まあ、そんな感じで、うん、皆さんぜひ龍ヶ崎コロッケね、うん、チャンミュー TV 龍ヶ崎の方も見てくださってる、ね、多いですから ね、 多いですからね、みんなで応援していきたいと思います、うん、ということでですね、うん、続いての牛乳に参りましょう、ほいほいほい、続いての牛乳は私が頑張るですね、カッパメールからのお知らせでございます、ほうほうほう、まあ、カッパメールね、毎日毎日皆さん届いてるかと思うんですけども、ほうほう、結構ねいいニュースいっぱいありますのでご紹介していきたいと思います、ダダダっていきますからね、ダダダダ、すげえ量やね、はいはい、カッパメールからのお知らせです、はい、ホワイトホース市の青少年団、来日じゃないですね、来市、うん、ということで7月の12日から21日までの10日間ということなんで、うん、あと残りもう少しなんですよ、ね、うん、姉妹都市のカナダホワイトホース市から青少年団12人がやってきてくれています、うん、で、まあ、牛久市内とかあと市役所なんていうところで見かけた時はぜひぜひ気軽にお声掛けくださいということでした、まあ、21日に帰ってしまうので、うん、皆さんもですねぜひお見送りなど行ってみてはいかがでしょうか、はい、続いてです、イタリアから研修生来市、来市大事ですね、はい、うん、もうホワイトホースに帰ったと思ったら今度イタリアから来ちゃう、カナダから今度イタリアすごいね、そう、友好都市、うん、グレベインキャンティ市との交流として、うん、フランチェスカフォンタネリさんそれは果たして当たってか分かんない、フランチェスカフォンタネリさんがなんとですね牛久市に滞在、しかも御年20歳というね、20歳ですよ、い若いな、いいな、戻りたい、戻れない、はい、牛久市ね、市内の学校とか市役所なんかで見かけた時は気軽にねお声掛けくださいということで、はい、まあ、イタリアなので、うん、ボンジャーノとかね、なるほどね、コメディキャン、日本語怪しいのにすごいですね、アリベデルチいいですね、いいですね、yes、リモールとね、はい、はい、いいでしょ、はい、はい、という感じで皆さんぜひですね、
誰でしたっけ、フォンタネッリさん、うん、フランチェスカ・フォンタネッリさん、よろしくお願いします、ね、うん、ちなみに滞在期間は7月の21日から長いですよ、10月の16日まで滞在してくれるということなので、なその間にチャンビュー TV きっと来てくれるでしょう。あ、来てほしい、ね、その間もちろんね、喋れるからね、もちろんですお願いします。もうイタリア語と言ったらこんなんですから、もうそのペラペラですよ、鼻つけます、鼻つけちゃうのかよ、よろしくお願いします。はい、じゃあ続いていきましょうね、はい、続いては牛久の運動公園子供プールオープン延期、はい、7月の19日にオープンを予定していた子供プールにつきましては、塗装工事が完了しておらずオープンを延期させていただきますということで、オープンは、うん、まあ、工事が終わった、8月上旬を予定しているということでございます、ね、待ち遠しいですね、はい、はい、ということです、うん、じゃあ続いてですね、続いては牛久駅東口西口のエレベーター、うん、エスカレーターの定期点検があるので、うん、7月の23日の水曜日午前10時から午後5時までは、うん、残念ながら動かないのかな、定期点検あります、うん、はい、もう一個ですね、はい、第1回牛久郷土カルタ大会の参加者募集で、うん、1位から3位に賞品あります、うん、何ですか何ですか。第1位がね、はい、東京ディズニーランドのペアチケット、うん、いいですね、ペアだからね、ペアだからね、誰と行く、誰と行く、誰と行こうかな、トンカツ女子で昨日のゲストのヒロ君と行こうかな、誘ってみたら郷土カルタ大会でよって、はい、ね、はい、よろしくお願いします。8月2日に午前9時から開催されます、うん、参加費は、はい、無料で7月25日が締め切りなので、うん、皆さんぜひですねご応募ください、よろしくお願いします、はい、でね、もう続いての牛乳に、はい、早めに行った方がいいと思うんですが、です、ね、最後これだけお知らせさせてください。ほう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 、第33回牛久カッパ祭り、はい、7月26日、うん、27日花火月通り牛久市役所近隣公園で牛久のカッパ祭りが開催されますが、す、交通規制が午後3時から9時30分まであるということなの で、うん、皆さんですね、ぜひ、公共機関をご利用の上牛久市のカッパ祭りには来ていただきたいなと、うん、駅からもねそんな遠くないですからね、まあ、歩けますね、うん、はい、歩きますんで、まあ、そういう時こそ歩きましょうっていう感じです。なので皆さんぜひお集まりください、よろしくお願いしま す。じゃあ続いてまいりましょうね、続いて番外編の牛乳に行っちゃいたいんですけれども、はい、なんとですね、はい、番外編つくばのニュースなんですけども、つくばの観光大使募集のお知らせということで、チャンミョさんじゃないですか、チャンミョじゃないです、第8代つくば観光大使のいとこがいるんですけど、あ、いとこなんですね、はい、綾部美桜さんが、なるほど、まあ、第8代のつくば観光大使ということで、ははお隣のつくば市で観光大使業をやってるみたいなんですけど、現在第9代のつくばの観光大使の募集を、あ、新しい代がね、そう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 、2年で切り替わるんですよ、あ、そうなんだ、なので綾部美桜さん今年最後で、あ、そうなんですね、はい、あ、大変だわねえ、はい、最近全然行けてないみたいなんですけど、聞くところによると、あら、 まずいですね、ねえ、はい、大丈夫なんでしょうかでもね、はい、あの、うん、本当につくばの観光大使は、うん、もうねすごいんだよ、いろんな、もう秋葉原とかにも行っちゃうし、つくば市内でのピアでもそうですし、ラジオつくばにも番組があったりとか、あと、まあ、ケーブルテレビもちょちょい出たりとかね、まあ、幅広い活動してますので、皆さんぜひ、ご応募していただきたいと思います、うん、でね、あのいとこが言ってたのは、はい、他の観光大使の子たちは着る制服一着とかさ、夏服とかさ、秋冬とかそういう感じだけど、あのつくばの観光大使は、うん、なんかなんていうの、エレベーターガールみたいな、うん、百貨店にいるエレベーターガールみたいなのの他に振袖も着れちゃうのね、うん、でしかも山ガールの衣装もあったりとか、そうなんだ、なんか3パターンあるんですね、で振袖着れることだってもう20歳の成人式以外ないでしょ、なかなか、うんうん、だからね、そのね、うんうん、あの振袖着れるぞっていうのは結構、うん、アピールポイント、アピールポイントですね、なるほどなるほどね、いやだっていい着物なんですよ、あれ、へえ、いい振り袖です、なるほどなるほどね、めっちゃ着れない、そこで引っ張ってくる人はね、まあまあまあ、でもあとセグウェイ乗れます、そこセグウェイのインストラクターみたいなの資格も取れちゃうので、すごいね、インストラクターの資格取れるの、すごい、なんかセグウェイ確かそんな感じだったと思いますので、はいはい、皆さんぜひですね、うん、ご応募ください、はい、よろしくお願いいたします、はい、でね、うん、ぜひつくばの観光コンベンション協会に、うん、アクセスしてみると詳しいこと書いてありますので、うん、ぜひそちらもよろしくお願いします、はい、ちなみに8月の12日の火曜日が締め切りだそうなので、うん、皆さんお早めによろしくお願いいたします、ね、というのがね、はい、危ないんですよ、まさかまさかのね、まさかまさか、そんなことが起こりましたね、はい、はい、そしてね、うん、最後牛久市といったら、はい、
稀勢の里関のニュースも気になるでしょ。まあ、なんか旗がヒラヒラしてるよね。してました、旗ヒラヒラしてますよ。ということは稀勢の里関本日は勝利したということですかね。どうなのかな、見ていきたいと思います。気になる稀勢の里、じゃじゃん、はい、えいえい、はい、稀勢の里関ですね、本日葵山と戦いまして、はい、引き落としで見事勝ちました。やったー、おめでとうございます。まあ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 、まあ、今一敗だけしかしてない、うん、でこのまま優勝争い食い込んでいただいて、ね、ぜひぜひですね、す優勝していただきたいと思います。名古屋場所ね、うん、皆さん頑張って応援していきましょう。はい、はい、以上牛久のニュース、牛久ニュースでした。コメント来てます。はい、かやさん、はい、龍ヶ崎コロッケ全国を席巻しちゃおう、しちゃおう、そうだね、全国を席巻しちゃおう、うん、席巻ってだからもうなんか違う、石鹸の方、そうバブルだ、バブルの方じゃないね、はいはい、であと郷土カードって婚活いいかも、いいかもってよ。あ、なんかあの婚活って確かにそういうの流行ってもね、なんかこう料理教室で婚活とかさ、あカルタで何々しながら婚活みたいな、カルタで婚活どうよ。じゃあ私と一緒に組んでくれるパートナーパートナー募集しています。はい、それで優勝した暁には一緒にディズニーランド行きましょう。番組もあるよ、いいプランじゃん。じゃあ優勝しちゃいなよ、あのチャンミと一緒に組んでくれる人、うん、ね、待ってます。まずはこちらのコメントをね、はい、ぜひよろしくお願いします。あとあと本当にあの、うん、放送するのでディズニーランド行きます。プライベートなし、やだな、それはそれで。いやでもそれはもう、あ、まあ、プライベートのシーンとあの放送用シーンでね、うん、あ、そういうところはねあるかわかんないです。いや全部流します。まあ、全部流します。プライベートないですか。なるほどね。はい、歌舞伎堂さん、カズ、うん、ちゃんと妹の大将は応募されるそうです、うん、あ、そうなんだ。そうなんですよ。あと観光大使、今年は激戦のつくば観光大使、あ、観光大使にカズちゃんと妹の大将が、そう二人が応募するらしいよ。牛柄のね、うん、ティーバッグを履いてうんちゃらみたいなの書いてありましたけど、まあ、まあぜひ、つくばだけど牛柄でいいんじゃないですかね。まあまあいいんじゃないですかね、あの戦っていただいてね、まあ、通るかどうかは知らないですけどねまあまあ諦めないでね、チャレンジすることも大切ですよ。はいはい、まあまあまあそういうことで、はい、以上でございます。はい、じゃあ小中学校からのお便りもね、うん、ハイペースでいきましょうね、はい、じゃじゃん。こちらですね、どこの学校かと言いますと、うん、こちらは、うん、失礼しました、はい、中根小学校ですね。中根小学校、中根小学校読み聞かせありました。今日の朝の自習の時間に読み聞かせがありました。子どもたちは読み聞かせが大好き、毎回目を輝かせながら楽しみにしています。ワクワクドキドキの展開を心温まる話に、描いていたようですということです ね、うん、はい、じゃあ続いていきましょうね。続いてはこちらです、はい、じゃん。おなんだろう、卑弥呼。へえ、子供たちいよいよ夏休みということで、うん、こちらの学校はどちらの学校かしら、向こう大小学校ですね、卑弥呼だって。子供たちが楽しみにしている夏休みを前に休み前集会が開かれました。合言葉卑弥呼に気をつけて安全に楽しい夏休みを過ごしください。こんなんなかったな。人の事故、水の事故、交通事故で卑弥呼。卑弥呼、なるほどね。卑弥呼はそんな悪い言葉で使わない方がいいと思うんだけどいや、まあ気にね、ちゃんなんかインパクトはあるよね。卑弥呼、卑弥呼気をつけなきゃ、卑弥呼って。卑弥呼に気をつけなんて言うの、うん、どうだろう。まあまあそこはこだわらなくていいんじゃないですか、ね、誰が作ったんだろうね、卑弥呼。はい、じゃあ続いていきましょう。続いてこちら、じゃん、はい、どうでしょうか。こちらはですね、夏休み前の集会ということで、はい、うん、こちらの学校はどちらの学校かしら、神谷小学校ですね。夏休み前の全校集会を行いました、うん、2年生と5年生の児童がこれまでの活動を発表しました、うん、2人の発表から目標を持って積極的に取り組んだ様子がよく伝わってきました、これから始まる夏休み、子どもたちが目標を持ち計画的に過ごしてほしいと思います。また安全に気をつけて生活して9月に元気に登校してくださいと、はい、本当にもう夏休みなんですね、牛久の学校も、うん、じゃあ続いての学校こちらです。おかえりなさい。おかえりなさい。はい、日立の宿小学校4年生カッパ祭りの踊り練習ということで、うん、すごいポーズだ。こんなポーズないよね。これ何のポーズ、これないよね。なんだろう、あんまり。ターミネーターだよこれ。なんだかわかんないけど、ね、4年生は27日に牛久市で開かれるカッパ祭りに学校代表で出場します。あ、踊りパレードじゃない方なのかな、うん、なね、夏休みに入る前の最後の練習、うん、151名の子どもたちが一生懸命に取り組んでいました。本番も成功するといいですと。151名カッパ祭り出んの、すごいね。踊りパレードじゃないんだね。
そうだね、まあ、コテキパレードとか踊りとか、うん、ありますからね、うんうん、そちらぜひ注目していただきたいと思います、はい、以上小中学校からのお便りでした、はい、じゃあ最後ですね、明日の牛久のお天気いってみましょう、どうぞ、はい、じゃーん、はーい、まあ、こんな感じですね、牛久のお天気明日7月の19日でございますね、うん、なんか微妙な感じなんですね、そうね、雨模様が出てますね、うん、朝弱い雨、うん、そしてね、明け方ちょっとだけ曇ってその後また弱い雨、うん、その後午後からは曇り、その後また弱い雨になるというそんな予報です、ね、最低気温が22度、最高気温28度まで上がるというそんなお天気でございます、うん、はい、まあ、あんまり芳しくないですけど ね、うん、ね、3連休ですから、うんうん、3連休ですから、3連休ね、3連休に入る、結構雨だよね、うん、予報はね、うん、まあ、まあ、でも楽しい3連休になるようにね、はい、過ごしていただきたいと思います、では以上支店でした、はい、はい、ということでですね、違うね、以上ね、牛久のニュースで、はい、もう続いてのコーナーいっちゃいましょう、じゃ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 ーん、じゃ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 ーん、はい、はい、戻ってきました、早い早いね、早い、今日ねゲストさん2組いらっしゃいますので、ねえねえ、最初のね、はい、もう10分間しかないですから、はい、ご紹介していきたいと思うんですが、一旦 CM です、どうぞ、このマイクも入ってる、はい、戻ってきましたけれども、なんだかチャンミオの横には素敵なヒーローが登場しておりますけれども、カメラに向かって自己紹介をお願いします。チャンミオ TV をご覧の皆さん、こんばんは、こんばんは、ソーランドラゴンのソーランブルー水流です。ソーランドラゴンのプロデューサー黒田智樹です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あれですよね、うん、前回6月に出演していただいた時は水流じゃなくて炎流が、ソーランレッド炎流の方が登場してくれましたけども、キリ出るからちょっとだけ後ろ下がろう、これ、あ、そうですか、ヒーローそういうの大事だよ、ヒーローそういうの大事、さすがプロデューサーは違いますね、プロデューサーね、見てないとね、今日はね、ちょっといろいろとね聞きたいこと盛りだくさんなんですよ、はい、ソーランドラゴンさん、はい、大丈夫ですか、大丈夫です、時間もね、ちょっとねキュンキュンなのでね、はい、どんどん行きましょう、どん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 行って、はい、行きたいんですけども、基本的に水流がございます、はい、わかりました、プロデューサーということでですね、ちょっとね、はい、あのね映像をね見ながらご紹介したいと思うんですけれども、いい、ね、はい、これ声がねちゃんと入るか非常に心配なのですが、 VTR、はい、どうぞどうぞ、それじゃあ無事にこっちの音が入っちゃってるのかな、スタート、こっちの音がメインになってると思うんですけれども、なるほど、ソーランドラゴンさん、はい、なんと、はい、この来週、来週ですよね、4月26日土曜日に、うん、土曜日に牛久カッパ祭りに出陣します。やった、よし、すごい、ちょっと牛久一番大きいお祭りでしょ、そうですよ、牛久一番大きいお祭り、カッパ祭り、嬉しいことですよ、嬉しいことですよ、2時半から、はい、2時半からステージがあります、2時半からステージがあると、はい、そこでね、僕たちね、ソーランドラゴンということで、テーマとしてのこと、一緒に踊って君もヒーローだ、今まさにですね、まさにこの踊りを覚えようというのが流れてるとかと思うんですけれども、はい、この踊りは僕たちソーランドラゴンのポーズとかね、覚えれば踊れる踊りになってます、うん、これぜひね、牛久カッパ祭りでも、うん、牛久の子供たちと一緒に踊るんですか、踊れたらと思ってます、子供に限らず大人も一緒に、大人、大きいお友達もいいんですか、お祭りなんで、はい、ぜひぜひみんなで盛り上がっていただきたいと思いますけれども、この見ていただいてる動画ね、うん、YouTube でも上がってるんで、ぜひぜひ予習して当日来ていただけたら嬉しいですね、楽しめるから、そうですね、やっぱりそのお祭りってやっぱりみんなで作っていくものじゃないですか、
で僕たちもその一緒に踊ることっていうのを通して、そのまあお祭りとか街に参加するっていうことだったり、そのちょっとね、普段は勇気出して踊れなかったものを僕たちと一緒にお祭りだったら踊れるっていう子もいるんですよね。なんかそういうところからそのちょっとね勇気を出してお祭りへ踊ってみたいのに、日常生活の中でも例えば嫌いな食べ物を頑張って食べてみるとか、そういうねできることから挑戦してみようという、そうすることで、ね、誰もがヒーローになれるよ、君たちがヒーローになれる瞬間はいろんなところにあるはずなんだよっていうのをね、僕たち伝えてもらってます。なるほどね、そんな気持ちにさせちゃう、はい、ソーランドラゴンショー、うん、牛久カッパ祭り26日土曜日の2時半からです。よろしくお願いします。よろ牛久お願いします。ちょっとね、本当に今この映像まさに流れてますけど、こちらちょっと切り替えても大丈夫ですか？大丈夫でしょ。続きは YouTube で、続きは YouTube でぜひぜひね、チェックしていただきたい。これ戻ってきたわけですね。戻ってきました。思います。はい、まあそんな感じでですね、まあ、ちょっと音声も戻して、大丈夫です、大丈夫です、はい、ちょっとちょっと顔見せたらいいじゃん。コメントもね、いくらか届いてるので、いくらか届いてますので、コメント見ていきたいと思いますけれども、お願いします。はい、まあでも牛久のねカッパ祭り本当に盛り上がりますから、うん、ぜひぜひねソーランドラゴンにもね盛り上げていただきたいなと思うんですけど、はい、はい、カプキンドーさん、はい、イバラッパーさんライブなんだけどな、雨かな明日って、さっきの牛店のところで大丈夫ですかね。まあでも雨晴れ男ですから大丈夫し、イバラッパーさん、はい、あとそしてタカちゃんがチャンミオの塾団長お疲れー、お疲れちゃんです。あとタラカヤさんがおー水流だーって言って興奮なさっております。嬉しいですね。水流です。そして歌舞伎堂さんもわーソーランドラゴンだと興奮なさっております。牛久カッパ祭り出ます。ありがとうございます。はい、まあでもね、まあ、ソーランドラゴン、遠流と水流のペアでも見たかったという方ね、いらっしゃったかもしれないですけど、ね、今日ね、残念ながらね、あれだったんでしょう、しょうがないですね。まあ、前回は遠流で、うん、そう、今回この僕、水流で、前回と今回をちょっと合わせて、そして両方見たかったら、カッパ祭りに、来て、そういう作戦です。なるほどね。プロデューサー、持ってますよ。盛り上げてきますね。プロデューサーって、ちょっとあの、プロデューサーが、うん、あの PR したいことがあるんですよね。最近、あの、はい、ソーランドラゴンが、そうなんですよ。ソーランドラゴンがウェブ番組というのを始めまして、ウェブ番組チャンミオテレビに、はい、あのちょっと感化されてですね、はい、感化されてるんですか、各週更新でですね、はい、あのソーランドラゴンの、うん、ソーランドラゴンチャンネル、ーソーランドラゴン大百科という、はいはいはい、コーナー番組のね、ミニ番組の大百科、はい、YouTube でソーランドラゴン大百科して、うん、検索していただければ、うん、あのソーランドラゴンの秘密だったり、うん、こうなんか例えば、うん、これ手はオールの形になってるんだぜとか、これ横から見ると竜っていう字になってるんだぜとか、そういうのをちょっと毎回少しずつ紹介したりだとか、売りなのがやっぱりソーランドラゴンすごい動けるヒーローで、動けるヒーローで、バク転もバンバンしちゃうぐらいの動けるヒーローなので、そのアクションを毎回こう見れるわけです。必殺技紹介とかでこう見れるというね。そしてね、先週の土曜日はなんと、はい、日曜日はなんとね、はい、あのチャンミオさんのサポートもあり、はい、牛久大仏の方に、いや私のサポートは何もないですけど、ね、牛久大仏にチャンミオ力持ってますよ、はい、力持ってますよ、やめてください。ありがとうございます。本当に何もしてないですから、ね、皆さん、そのソーランドラゴン大百科、はい、第5弾ぐらいなの、今第5話ですね、第2弾が、はい、あのアップされて、牛久大仏編は第5話になるんですけども、ぜひぜひ、ね、各週公開されていって、あの、ね、私ね、ソーランドラゴンがね、はい、牛久大仏の中に入ってる写真をね、ちょ落としたのにね、それがちょっとね見当たれないので、またちょっと出しますけれども、その間にちょっと、はい、あの、はい、ソーランドラゴンとはっていうね、はい、ことをちょっとプロデューサー言って、どんなヒーローなのかって。ソーランドラゴンとは、はい、はい、祭りの平和を脅かすね、悪い鬼たちから、みんなの笑顔を守るために戦っている、はい、この僕ソーランブルー水流と、続きはソーランドラゴン大百科で、あ、出ないのか、出ないのか、うん、あ、すいません、水差しました、ごめんなさい、水さんお願いします、お願いします。あ、続けていいんですか、続けていいですよ、はい、大丈夫ですよ。そのね、ソーランブルー水流と、今日は来てないんですけど、ソーランレッド遠流の双子の将来の選手になります、うん、はい、なんかね、アクセスできないから、これなんかどこかでアップされてないですか、そうですね、Facebook とかでもアップされてますね、うんうん、Twitter もね、ソーランドラゴンつぶやいてますんで、はい、よかった。牛久大仏やっぱすごい大きいですね。そうでしょう。世界一のね、うん、大仏で、なんか写経みたいなのにも挑戦してませんでした。あ、だからあれちょっとあの、うん、生身大仏してたんですね、こう、お参りというか、そうですね、あとやっぱりびっくりしたのが、うん、あの、うん、
親指、はい、あの親指がでかい、はい、親指の大きさのやつが僕らの背よりもあったぞみたいな。3メートルぐらい、あれ2メートルでしたっけ、その辺ちょっと忘れましたけど、ね、足のね、そのまんまの大きさのが飾られてるんですよ、はい、エレベーターの上に行くとね。そうです、ね、僕ちょっとあの面白かったのが、はい、ソーランドラゴンが、はい、あの牛久大仏の記念写真 の、はい、あの顔をくり抜いてるところ、ね、入ってましたね。あれピュッてこうやってやってる、あれがね、あれがね、出したかったんですけど、面白いんですけどね、うん、出せたらそれがね、あ、いけそうかも。おお、私もね、これを出そうと思って。かわいい。なるほど。これ。これね。こんなヒーローいないよ。まあ、なかなか見れない。やっちゃうヒーローいないです。なかなか見れないでしょ。出しましょうね。はい、じゃあ、まあ、いろいろとね、楽しませていただきまして。はい。いろんな、これ。あ、これですね。これですね。いろんな、はい、紹介させていただきまして。もう、全然、あの、いつ大仏になっても、あの、変じゃないですかね。まあまあ、ね。これちょっとかわいいですよね。かわいいね。はい、どっちが炎竜でどっちが水流かって分かりますかね、皆さんね。え、色見たら分かると思います。青い方が水流です。こっちが水流、はい、こっちが水流ね、奥が水流、はい、手前が炎竜ですね。方が炎竜です。うん、美味しく大仏にも慣れちゃう、そんなヒーローってことですね。いやでもね、今日ねゲストさんが2組いるっていうこともあってね、はい、なんと本当はね伝えたいことがねいっぱいあるんですけどね、もうそろそろお時間なんですね、まあ、とりあえずね、しまうんですが、ぜひぜひ牛久かっぱ祭り26日2時半から遊びに来ていただいて、うんうん、まず一緒に踊りましょう、うんね、そしてね、うん、またソーランドラゴンのことを知ってもらって、うん、今後ともね、牛久を、うん、茨城を、うん、日本を世界を守るヒーローとしてね、うん、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思ってますんで、よろ牛久お願いします。よろ牛久決まりました。お願いいたします。いやーでも本当にね、週末じゃない、来週がすごく楽しみな、はい、はい、きっとね視聴者さんいっぱいいると思いますので、皆さんぜひかっぱ祭り遊びに来てください。もう一度お時間お願いします。6月じゃなかった、7月26日、はい、26日土曜日、はい、土曜日2時半から午後2時半からです。2時半からのステージ、メインステージです。はい、メインステージは、はい、祭り本部のある方じゃなくて第2会場なんですね、牛久市役所があるところに、第2会場のメインステージありますので、皆さん、はい、そちらの方にぜひ足をお運びください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コメントしてますね、はい、じゃあ、はい、コメントしてきましょう。ソーランドラゴン龍ヶ崎市にもぜひおいでくださいということです。ぜひ呼んでください。ドラゴンですからね、龍ヶ崎の龍とドラゴンの龍で、龍ヶ崎市のね、あの、はい、小学校には防犯ポスターでいるんですよ。そうです、カレンダーカレンダーになってますね。龍ヶ崎警察署さんとね、はい、コラボレーション。龍ヶ崎警察署と一緒にサプラでイベントをね、はい、やらせていただいてます。あれ9月でしたかね。9月でしたね、はい、今年もまたなんか呼んでいただければぜひ、うん、ね、ドラゴンだけに龍ヶ崎市にも遊びに行きたいと思ってますんで、はい、あとよろしくお願いします。タリアンさん、おかえりなさーい。おかえりなさーい。ソーランさん、相変わらずキレキレトークですねっていう、おありがとうございます。トークまで褒められてしまうヒーロー、素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。喋りますからね。キレるね。キレますね。てますね。はい、以上でございます。はい、でね、あのね、まあ、ちょっと近いんですけども、茨城県のね、警察官募集の勝手にね、チャンミオもコラボレーションしちゃってるので。あ、そうなんですか。はい、ぜひぜひね、あの、正義の味方になりたい方、ソーランドラゴンのようにかっこいいヒーローになりたい方、ぜひね、茨城県警の方、茨城を守るヒーローは君たちだ。はい、ありがとうございます。という感じでぜひご応募ください。そしてね、ソーランドラゴンもぜひぜひ皆さんチェックしてください、はい、いやでも短かったですけど、うん、ちょっと魅力が伝わったかどうか、まあ、どうでしょう。次回こそまたね、2人で、はい、ぜひ、はい、ソーランドラゴンセットでというか、ソーランドラゴンで、はい、ぜひぜひね、来ていただきたいなと思います、はい、ありがとうしくでございました。ありがとうしくで、イエイ、はい、ということで一旦 CM に行きたいと思います。 VTR、またね、どうぞどうぞ。はい、じゃあ公開しましょう。はい、すいません、はい、ありがとう。大道芸はーい、
ということでですね、第2人目ですね、はい、牛久の活発タイムということでゲスト来てくださいました。じゃあお帰りなさいと戻ってきてくださったゲスト、あ、ただいまと戻ってきてくださったゲストさんにはこちらのカメラに向かって自己紹介をお願いしたいと思います。まあでもね、チャンミュー TV の準レギュラーと言っても過言ではないです、ね、もう常連でございますからね。ですよね。じゃあ自己紹介お願いします、はい、あの牛久自然観察の森の北にと申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。牛久のね、自然観察の森でインタープリターという、インタープリターって日本語にすると何でしたっけ、通訳とか翻訳とか、はい、だから虫と人間の通訳をされてるんですよね。そうです、平たく言うと、はい、そういうことです。まあさっき、はい、トレジャーハンターって言ってましたよね。分かってんの分かってないのが怪しいですからね。から本番でインタープリターって言葉がさらっと出てきたんですごいなと思いましたね、はい、もちろんです。でね、あのダンゴムシキタニさんっていうことですよね。そうですね、本名はダンゴムシキタニですよね。本名はダンゴムシキタニですっていうのも被り物のその、うん、ダンゴムシの帽子があったので、はい、それで、はい、そういう愛称で、そうです。はい、なので普段はダンゴムシキタニではないかもしれないですけども、そうです、ね、でもチャンミュー TV を見るとダンゴムシキタニと、ダンゴムシの気持ちで、そうです、皆さんの通訳、情報をお届けしたいと思います。なるほど、なるほど。いや結構すごい、めったに言えないですよそんな経験は、はい、ね、ありがたいです。いやいやいや、でも本当にね、素晴らしい方なので、今回も、はい、牛久の自然観察の森についてはですね、そうですね、いろいろと教えていただけるということで、はい、お写真がいくつかございます。早速見ていきたいんですけれども、どれからいっちゃいますかね。トーランドラゴンさんも、うんうん、牛久自然観察の森ご存知なかったので、うんうん、まあ、どんなとこかっていうのをちょっと分かりやすく最初、はい、バッタの原の写真を、バッタの原、はい、あのこの1番です。はい、じゃあ見ていきましょう、はい、じゃじゃん、はい、はい、こちらですね。あー、綺麗、綺麗ですね。バッタの観察の森自体は、うん、あの21ヘクタールほどある、うん、あの、まあ、21ヘクタールですよ、21ヘクタール、うん、ヘクタールほどある、まあ、あの雑木林とか、うんうん、まあ、森があるとこなんですけど、うん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 、その中でも私の、うんうん、まあ、好きなところの一つです、うん、でも綺麗ですね。ダンゴムシ北におすすめのおすすめスポット、そうです、バッタの原、仲間のダンゴムシも住んでいる。あ、なるほど。バッタは、バッタもちょっと写真用意してます。あ、じゃあ、で、あの普通の芝生と違って、はいはい、あのまあ、バッタって結構草が好きなので、うん、バッタもいっぱい暮らしてる、はい、バッタが観察できるスペースということで、うん、はい、あのこちらが、こちらになって、じゃあバッタの原のバッタが、バッタですね。じゃじゃん、バッタどこ、バッタ、そうなんですよ、バッタって鳥とか他の捕食者から食べられないように、大体は緑色か草の枯れた時の茶色の色をしてるんですけど、バッタって仮面ライダーでしたっけ。そうですね、ヒーローつながりですね今ね、このヒーローつながりコラボしてますね。そうですね、だから昆虫に例えるとソーランさんは何なのかなっていうのをさっき考えてたんですけど、なるほど、結構メタリックじゃないですか。メタリックですね。だからどっちかというと甲虫、甲虫、カブトムシとかコガネムシとか、あれに近いのかなと思って見させていただいたんですけど、少年たち大好きですからね、硬くてテカテカしてて強いみたいな ね、 そうですね、同じですね、ヒーローという甲虫だそうです、うん、はい、じゃあ続いて、でバッタ以外にもあのこちらですね、お、これはモンシロチョウ、はい、これはあのヤマトシジミ、全然違いますね、シジミみたい、シジミチョウ、あ、そうですね、シジミですね、まあ、これ蝶々なんですか、こういうふうな、生き物が観察できるエリアがいくつもこうあって、バッタの原、その一つがバッタの原ですね。なるほど、なるほどね、短い時間でちょっと観察の森を紹介できたらと思って、あ、ぜひぜひ皆さん紹介いただきたいと思います、はい、じゃあ画面戻しますね、はい、じゃ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 ん、で今日なんですけど、はい、観察の森の中に拠点施設、うんうん、まあ、我々の事務所があるネイチャーセンター、うんうん、はい、ネイチャーセンターありますね、はい、そこに、水槽コーナーがあります、うんうん、で、日中活動してなくて夜にだけ活動する、うん、あの生き物、サワガニがいるんです。サワガニって
日中活動しないんですか？どっちかというと夜行性なんですよ。日中とかこう岩の下とかに隠れてるみたいなそういう感じですもんね。そうですそうです。基本的に本当に日中隠れてて、我々が寝静まった夜にカサカサカサ動き出すわけなんですね。なんで、その水槽コーナーができるだけこう自然を再現する形で、作ってるものなので、もう自然の状態そのまま岩の下とか、あの木の下に隠れちゃって、なるほどなるほど、一般の来園者の方が見れないので、はい、今日この機会を借りて紹介させていただければ。見れないんですか、ダンゴムシ北に？そうなんですよ。何？どうして？だから普通の生活してたらそうなっちゃうの。自然に近い水槽を作ってらっしゃるんですよね。もう水族館だと、はい、出てますよね。生き物をしっかり展示っていうか、生き物を紹介できるようにということで、隠れ家をこう最低限にする形での展示をするんですよ。でも観察の森はできるだけこう自然を再現してやりたいと、じゃあ水槽もいらないじゃないですかね。あ、そうです、うん、でただの水槽、箱だけだと面白くないので、いやもう沼あ沼にザ、ごめんなさい、ザリガニとかを、あサワガニをそのままいて、それをこうやってこう、それもいいんですよ、でそういう風に、ダメなんですか、小舟の流れという他はもうもちろんあるんですけど、やっぱり人間断面とかからしか見えない生き物の生態見たいじゃないですか。見たい、まあそうですね、じゃあやっぱり水槽になるんですね。水槽で箱の、水槽っていう箱なんですけど、箱の中にこうビオトープ、あ、ビオトープってよく聞きますよ。ビオトープって何なんですか？ビオトープっていうのは、興味津々。興味津々。ガゼン乗り込んでますよ、顔がかかって。ビオトープを…なんか横文字好きですね。そう、なんかかっこいいですね。それらしいのが好きなんです、はい、いや、よく子供たちのニュースを読むときに、ビオトープを作りましたみたいなのがあるんですよ。ビオトープって作れるものなの？って思って。あ、そうですね。作れます。で、もともとビオトープっていうのはドイツの言葉で、バイオ、生き物にトープ、その生息空間、それ生き物の生息空間ということで、作られた造語なんですね。あ、そうなんですね、造語なんだ。もともとドイツっていうのは結構産業革命以降、結構こう人間の活動が、拡大していって、生き物の空間っていうのが結構なくなった歴史を持ってまして、でその反省を踏まえて、元に何とか戻していこうとか、そういう結構動きがありまして、でそれをなるほどね、ビオトープとして、はあ、そのじゃあビオトープ、これは水槽ビオトープじゃないですよね。水槽をよりビオトープに近い形で再現できないかということで、挑戦しているところです。なるほど。水槽はビオトープにならないですよね。一応生き物の生息空間っていうことで言えば、OK なんだ、水槽も。OK なんですけど、人間の感情として、どっちかというと人工的すぎるじゃないですか。だから、外のビオトープ、で中の水槽で、その間をなんとか、いいですね、ミオトープとかにしてきます自分で作ってねでもミオの生息空間じゃね、そんな広げてどうすんだみたいなね、自分ちで十分だろうみたいな話ね。なんかクラゲ水槽みたいな感じこれふわふわって見て、失礼しました。じゃあちょっと見てみましょうね、じゃあ VTR、どうぞ。これ音声はこっちの入ってます。あ、入ってますか。ありがとうございます。でも音を消してこの水槽の音が分かるようにしたんですけど。あ、音解説があった方が。一回どうぞ解説してください。あ、大丈夫ですか。はい。ありがとうございます。こちらがメダカですね。船ですね。惜しいですね。あ。もうよく間違えられますから。確かにちょっと船だとイメージとしてはちょっとちっちゃい感じがするこれは。ちょっと違う。で、いろいろ生き物が入ってまして、今映ってるのがエビですね。スジエビっていう、透明なんですけど黒い筋が縦に入ってます、これ牛久沼から
そうですね。牛久沼にエビいるんですか？いますね。カメだけじゃなくてエビもいるんですか？エビ何種類かいます。これはその、まあ、よあんまり珍しくないスジエビというやつ で今これは真ん中に映ってるのがドジョウです。ドジョウ、まあ結構長いこれ結構10年ぐらい生きてる。ドジョウって10年も生きるんですか？普通は生きないんじゃないですかね。いや自然観察の森のビオトープだからこそできる。ビオトープ水槽だからこそできる。できること。これ苔ですね。苔ですね。水。お、これカナヘビですか？これがあの赤原イモリ。イモリ、はい、お腹が赤く。そういうのも一緒に入って育てるんですね。すごい可愛いですね。私こういうの大好き、うん、ね、なんか変わってる感じが似てる感じするよね、うん、音声が当てりこされてます。当てりこって感じですね。で、はい、ここからサワガニが映りました。どれうずくまってる感じ。うずくまってる感じの結構大きいですね、このサワガニ。これでほぼあの成虫の大きさですね。はい、いました。角っこの方にいるんですね、やっぱり。で基本的に動かないんですか、やっぱりこうやって明るいうちは。明るいうちは動かないですね。いや、これは明るいうちのことですか？まあ明るいからね。どう見ても明るいからね、撮影してる時間がね。そうなんですよ。寝てますね。寝てますね。で今ちょうど画像では確認できなかったんですけど、卵を抱えているところですね。今のメスですか？じゃあ今のメスでした。なるほど。で他にもいるんですけど、こういう今映ってる木の下とかに普段隠れてて、姿をなかなか見ることができない。すごいね。夜のビオトープ水槽超気になるこれ。そうですよね、気になります。これ夜どうなるのか。時々ちゃんと生きてるかこう確認した時はやっぱ出てきてます。あーへー。ただ自分たちの姿を見てまた隠れたりとか、いなくなっちゃう。なるほどね、はい、っていうのが今ビオトープです。なるほど。そうですね、スモールワールドですね。スモールワールドです。It's a small world でした。ありがとうございます。はい、そしてまだまだね、そういろいろあるんですけど、もう一つあのサワガニの、サワガニですか？はい。でじゃあこちらは見てみましょう。ドン、サワガニの、これまたメダカじゃなくて、これがあれ、こちらはあのモツゴというモツゴ魚です。牛久のつくばから霞ヶ浦を流れる小野川の水系にも住んでる、結構身近な魚です。大きさが縦だからわかるかな。もういいか。あもういいか、もういっちゃいましょう。でこっちのサワガニは、はい、今木の下からちょっと出てきたと思うんですけど、全然わかりません。もうちょっと、あ、そっか、これ、まあ、もう少し時間が経てば穴を掘ってその中に隠れてるんですよ。でしばらくしたら出てきた。お、もう出てきた、出てきた。土を運んでるんですよ。え、なんでですか？え、これ夜ですか？これ夜ですか？これは日中でした。日中なのに動いてる。動いてましたね。これなんかカニとこのなんで青なんでしたっけ？青いじゃなくてこのフナのみたいなメダカみたいな喧嘩しないんですか？お腹が減った時は狙って食べようとしてました。ああ、やっぱりそうなんですね。ただ、魚の方がもうめちゃくちゃ速くて、サワガニごときに捕まる俺じゃねえぜみたいな。そんな感じです。カニって速いイメージなんですよね。結構ね、カニをいいその瞬発力見せるんですけど、やっぱそれよりサワガニの方、魚の方がうまいですね。なるほどなるほど。時々なんかこう偶然なのか失敗なのか捕まってることもあります。捕まってたらどうするんですか？もうこの場合は食べられることもあります。あ、サワガニ調理すると美味しいですか？それが、いや、はい、食べるんですか？実はその牛久にも住んでて、サワガニさん牛久にもいらっしゃるんですか？サワガニ様は、はい、牛久にも住んでらっしゃる。ご覧ずですよ。おら、
食べれると思ってもらったら突然なんかすごい食いついてる音聞こえない。あらららら、なんだろう、いつから聞こえてないんですか。いや、音入ってますね。はい、あ、こっちの音だけ出してないですけどね。あ、でどうでしょうか、うん、大丈夫かな、どうでしょうか、かすかに、あ、そっちの音の設定でしょうね。はい、大丈夫です。あ、大丈夫、はい、うん、で、渓流に住んでるイメージを持ってたんですよ、うんうん、沢のカニ、うん、でも、あの牛久沼にも住んでて、うん、で地元の方にあのサワガニのことを聞くと、あの昔はあのよく捕まえて食べたと、油で揚げて、でカリも結構クリスピーな感じで食べたと。サワガニクリスピーいいんじゃないですか、牛久の名産サワガニクリスピーで昔はまあ、たくさんまだ今よりももっと自然が残ってて、あのそこら辺にうじゃうじゃいたという話ですけど、でも今でもまだ牛久結構自然残ってるので、あの細々とサワガニ様はいらっしゃいますね。コメント来てます。はい、お、歌舞伎堂さん、なるほど、生態系の再現ですね、水槽についてですね。で、あ、ありがとうございます。田中さん、牛久沼にエビかカワエビでしょうかね。カワエビですかね、今のは。どっちかというと川なのかな、沼、沼エビの方なのかな。沼にもエビがいるんですね。沼エビ、なるほど。あ、まあ、でも、まあ、うん、正確にはスジエビっていう。なるほど、なるほど、はい。それからもう少し大きなテナガエビっていうの。テナガエビ、はい、それも食べれるんですか。それも食べれます、ね。おお、テナガエビ様。テナ食べられると思った途端に形状が変わる。いや、高級そうな感じがしますね。テナガエビの方は、うん、あの、うん、それこそ、うん、なんですか、せんべいっていうか、うん、エビせん。はい。あのエビせんの生地をクレープ生地作って、ガッシャンプレスしたら、うん、あのエビせんになるぐらい。ほん、じゃあもう手長エビ様です。様付けで呼んじゃいますね、そのね、手長エビ様。はい、あとカリアンさんがこの水槽見たら時間を忘れそうですねっていうコメントをいただきました。ありがとうございます。じゃあずっとチャンネルチーム見ててください。あと身近な魚か、こんなのがいるんだねっていうのがじゃあ安心してますね。生き物みんな好きですね。あ、カブキンドさん、サワガニ唐揚げにすると美味しいよって。あ、カブキンドさんは食したことある感じですね、うんうん、これ生で食べるとあの寄生虫いるんで気をつけてください。怖い怖い怖い、はい、火を必ず。なるほど。生で食べなかったらいいんですか、寄生虫ってなくなるんですか。じゃあ火を通せばいなくなるっていうか死ぬだけです。おー、157とかと同じですね。じゃあ、うーん、あれも火通せばいいよっていう。そうですね、その病原菌とか、うん、寄生虫の、うん、死の温度っていうのがあるので、うん、60度とか70度とかでしたっけ。それが生き物によって違うんですよ。生き物によって違うんですけど、です。なるほど、なるほど、ね、熱して食べてください。はい、ということです、はい、じゃあ次行きましょうか。あ、じゃあ次は、うん、サワガニのいる景色っていうことで、はい、こちらですね、6番、そうですね、はい、こちら、これサワガニいる景色じゃないでしょ。すみません、これあの牛久の観光あやめんの一番いい時期の時に写真。なんだ、この自然観察思いだと思いましたよ、はい、あの触りがいる 左後ろの方に山が映ってると思うんですけど、はい、これ斜面林ですね、はいはい、でこういう斜面林のたもとっていうのが、たもとの日本語が分かんないです。たもとの日本語分かんねえの、なんかそのふもとってこと？下の方です。ふもとっつったら山になっちゃうからね。はい、そう、下、下の方です。そうそう、木がある下の周辺だったりとか。周辺の、そうです。っていうのは、結構雨が降った後、水が染み出してるところが時々あるんですけど、そういうところにいます。で、もう一つの写真を。これ自然観察の森じゃなくて、こんな素敵なところがある。で、こちらは遠山の方ですね。金さんですね。そうですね。ありがとうございます。唯一ギャラリーだから、はい、返せませんでしたね、はい、いいですよ、無視して。これもしゃべこれもたもとですか。これもそう、下のところにやっぱり染み出すところがありまして、で下のところを撮ってきた写真があります。
こちらですね、うん、結構水が染み出しているところって、うん、まあこう草みたいなのがいっぱい生えてると思うんですけど、これヨシで、ヨシ、あのヨシ、ヨシパスカル、パスカル、そうです、足、足、人間は考える足である、あれ、ヨシじゃなかった、ヨシじゃない、ね、いいです、大丈夫です、合ってます、あ、大丈夫です、へぇ、足は語呂が悪いのでヨシ、あの、いい意味にしましょうということで、ヨシ、へぇ、で、もう一つあるかな、サワガニ、サワガニのいる景色、はい、これ、こっちですね、あ、なくなっちゃいました、まあ、これのアップの写真があったんですけど、ヨシのアップ、まあ、水がこう、そんなのありました、あ、これです、これですね、すいません、いえいえ、あ、水が微妙にひたひたしてるんですけど、やっぱり水がないとダメみたいで、こういうところに今でも住んでますね、なるほど、なるほど、サワガニ様、いやー、サワガニ面白いですね、いいですよね、サワガニ、いいですね、ちょっと生で見たいなみたいな、生で見るにはどこに行けばいいんですか、あ、生で見るには自然観察の森で、で、角にちゃんといてくれるときはあの 見ることができます、なるほど、はい、角にいないときはまた来てください、そうなんですね、ということですね、まあ、いつ月曜日以外だといつでも来れるので、ぜひ足を運びください、よろしくお願いします、はい、コメント来てます、歌舞伎堂さん、名でよくおじさんが取ってきて食べたものです、ナマズとかザリガニとか、サワガニの他にナマズとかザリガニも食べてるんですね、かよさんはカニよりエビが好き、私はカニもエビも好き、私はカニもエビも好き、待ってます、待ってます、なおねだりで、ね、最終的におねだりで終わっちゃう感じになってますから、はい、挑戦してもらいたいですね、はい、挑戦します、うん、あの自然観察の目のサワガニ様を食べようというあのサワガニは食べちゃダメ目キラキラしてますね食べれると分かったのはこれですからね、っていう感じで、いやだいぶ気になるところが満載ですけども、ね、まあ、ダンゴムシキタリさんにもすごい貴重なお話をいただきましたが、はい、チャイム TV もそろそろ店じまいの時間が近づいてきてしまいましたので、またぜひダンゴムシキタリさんには自然観察の森にも私たちも行かせていただきたい、セグウェイはもう乗れないですか、セグウェイは次回は秋、秋ですか、はい、涼しくなって、あ、いいですね、秋の森を走らせていただきたいなと思います、はい、よろしくお願いします、ダンゴムシキタリさんありがとうございました、しで、もうそろそろ店じまいになっちゃうんですけどね、まだね、ソーランドラゴンのね水流いるな、いる、いた、いた、いた、はい、じゃあちょっと、お、大丈夫ですか、大丈夫ですか、いろいろバランボトン、はい、じゃあ最後、最後皆さんでバイバイしましょう、こっち側で、ね、皆さんバイバイです、はい、ということでですね、チャンミュー TV 本日も見てくださって、コメントくださって、スタジオに遊びに来てくださってありがとう、うしくでございました、うしくでございました、自然観察に森に行くとダンゴムシキタリに会えます、はい、そして、はい、来週の、土日になんとソーランドラゴンに、土日で土曜日ですね、土曜日にはソーランドラゴンに会えますので、皆さんそちらの方もぜひぜひチェックしてください、ということで皆さん今週も1週間お疲れ様でございました、また来週ね、火曜日から、チャンミチビ始まりますので、はい、火曜日からぜひぜひチェックしてください、ではではおやすみなさい、おやすみなさい、バイバイ、バイバイ、はい、ありがとうございました。